ドジャー・ペキンポーは、アメリカ合衆国オハイオ州ウースター出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。1925年のアメリカンリーグ最優秀選手で、ヤンキースでは長くキャプテンを務めた。1910年にクリーブランドナップスに入団し、主に守備病員として試合に出ていた。1912年には70試合に出場したが、 翌年はほとんど試合に出る機会がなく、同年5月にニューヨークヤンキースにトレードに出された。ヤンキースでは1914年からレギュラーの遊撃手となり、この年からヤンキースのキャプテンを任される。この年に500補撮を記録するなど、主に守備の面で活躍し、同年9月以降は監督も兼任した。ヤンキース在籍中の1921年までの間に、 北京ーは遊撃士としての補殺数でリーグ最多を3度、また閉殺数リーグ最多を2度記録している。打つ方では目立った活躍はなかったが、1919年に自身、唯一の打率3割を記録した。1921年、北京ーは一度レッドソックスにトレードに出され、その後、レッドソックス、セネタース、アスレチックスの間の三角トレードで、 ワシントン・セネタースに移籍し、ヤンキースのキャプテンは、北京ーからベイブルースが受け継ぐことになる。セネタースでは1923年に510補殺と105の併殺、また打つ方では40ものギダを記録するなどチームを引っ張り、翌1924年のセネタース初のリーグ優勝とワールドシリーズ制覇に貢献する。1925年には、 セネタースをリーグに連覇に導き、北京ーはこの年の最優秀選手に選ばれた。しかしに連覇をかけた1925年のワールドシリーズでは、7戦で計8つものエラーをしてしまったことが響き、セネタースはパイレーツの前に敗退した。北京ーは1927年まで選手を続け、引退後はインディアンスの監督に就任した。 監督を退いた後は、インディアンスのゼネラルマネージャー及び球団代表を務めた。1977年にクリーブランドで死去。数字の後のは、記録不明箇所があることを示す。順位は、年度最終順位。ありがとうございます。